バラバラ殺人鬼がいるという場所を、あるカップルが訪れた。実際はボロい小屋があるくらいで、それ以外は単純に山の中が不気味というだけ。彼女は少し怖がっていたので、肝試しにはなったが、彼氏には期待外れだったようだ。ちょっとトイレ。と彼氏は言い、念のため鍵をかけて車を出て行った。彼女の方は怖がりだったので、仕方なく毛布にくるまり待機。夜も遅かったということもあり、彼女はそのうち眠くなってきた。半分寝ぼけなまこでいると、彼氏が横のドアをノックしてきた。彼女は、本当怖いからそういうのやめて。鍵持ってるんだから、さっさと入ってよ。と言い、さっさと眠ってしまった。翌日、彼女は絶句した。フロントガラス一面血で真っ赤だったのだ。パニックになり、とにかく助けを呼ぼうと警察に連絡。昨日の出来事をくまなく話し終えると、警察が質問してきた。ノックしてきたのが彼氏だと、どうしてわかったんですか？彼氏は、左手の小指に指輪をはめていた。それが見えたので間違いはなかった。そのことを警察に話すと、そうですか。いや、開けなくてよかった。子供の頃、じわじわっていうか、もんもんした話。ただの妄想かもしれない。子供の頃、私は男だった。男の名前があって、男子トイレに入ったりして。あなたは男の子だから、パパとお風呂に行きなさいって母に言われたり。クラスで一列に並ぶ時も、男子の列。写真もある。中学生以前の私の写真は一切ないんだが、アルバムの中の家族写真にそれが重ねられて入っていた。唯一の小さい頃の私の写真。頭を丸めて、短パンにランニングで満面の笑みを浮かべる私。両方の頬にあるエクボと、右の太ももにある黒いあざは、彼イコール私である証拠だと思う。顔立ちも同じだし。中学生になった時、急にセーラー服を着せられたり、女として扱われたりして、男じゃなくなった。名前も女の子らしいのに変わっていた。なんかその辺がよくわからん。体が女で、心も多分女だし、今は女なんだと思うけど、昔男の子みたいに扱われていた理由がわからない。家族に聞いても、さあ、って感じで。子供にありがちな空想というか、記憶の改変みたいなものなんだろうけどさ。いかがでしたでしょうか。
意味がわかると怖い話。もしよく意味がわからなかった方は、もう一度最初から聞き直してみてくださいね。それではまた、新たな意味がわかると怖い話が生まれるその日まで。さようなら。